早速スピーチに入っていきたいと思います。まずは呼びかけ人から佐高真琴さん、よろしくお願いします。こんにちは。皆さん、安倍晋三が私たちを守る気がないということは、この間のアメリカの議会で日本語で英語で演説したことに表れていると私は思っています。なぜ植民地のでもないのに日本語でなく演説で英語で演説しなきゃならないのか。あれほどアメリカに媚びた卑屈な日本の首相は今までなかったのではありませんか。それをなぜ右翼や滅亡翼は問題にしないのか。日本語と日本文化を私たちほど彼らは愛していないんだと思います。安倍はいろいろな形で日本の国民を守るみたいなお宅を並べていますが、本当に守る気はないということを私はあの英語の演説が示していると思います。しかし残念ながら国会では誰もそれを質問しなかった。これから質問してもらいたい。今から15年前の2000年に自衛隊の統合幕僚会議議長だった来栖弘臣という人が日本国防軍を創設せよという本を書きました。その中ではっきりとその制服組のトップは、自衛隊は国民の生命財産を守るためにあるのではないと言っています。そういうふうに思っているのは誤解であると言っている。じゃあなぜ自衛隊はあるのかというと、自衛隊は国の独立と平和を守るためにあるんだそうです。国民の生命財産を守るということと国の独立と平和を守るということが自衛隊のトップの頭の中では別なんですよ皆さん。だから自衛隊、安倍指揮下の自衛隊というのは私たち国民の生命財産を守るためにあるのではないということです。私たちは守るためにどうだとかなんとかいろんな論議をしていますけれども、この基本の気持ちで彼らは守ると言っていないではないかということを長妻さんや C さんや又一さんにこれも質問していただきたい。私はこの戦争法案を審議するくらいならちょっとフィクションなんですけども、スウェーデンの大将が言ったフリツ・ホロムという人の戦争絶滅請け合い法案、それを審議してもらいたい。それにはどう書いてあるかというと、戦争を防ぐためには戦争宣言および戦闘開始の10時間以内に元首や首相を最前線に立たせること、およびその夫人や娘は野戦病院に勤務させることと書いてある。安倍は最前線に行ったら役に立たないことははっきりしているけども、最前線に送る、そしてアッキーはその看護婦をすると、そういうこと、および宗教のですね、戦争反対を明確にしなかった宗教のトップも最前線に派遣すると書いてある。この戦争絶滅請け合い法案こそ対案として出して徹底して
審議したらいいのではありませんか。これまで私たちが外国に行く時のパスポートは平和のパスポートでした。だから中村哲さんなんかがアフガニスタンでああいう行動ができたわけです。そのパスポートが戦争のパスポートに今変わろうとしているってこと、それでいいのかということ、まず安倍を引きずり下ろさなければ私たちは戦争のパスポートを手にすることになるということを申し上げて、私の挨拶に変えたいと思います。小坂さん、ありがとうございました。